皆さんこんばんは。はい、しゃべくり松代の時間になりました。本日パーソナリティを務めさせていただきます西澤芳恵です。よろしくお願いいたします。今日は先ほど北海道の方で地震があったというふうにラジオでね聞きました。台風も近づいてきてますし、なんだか今年はね本当台風が多かったりで、本当にねどこにいつ災害が起きるか分からずちょっと心配な今日この頃ですけれども、またね雨の備えとかもねしたいと思いますが、はい、特に台風が近づいている地域の皆さんね、これからご心配かと思いますが、皆さんね気をつけてやっていただけたらと思います。はい、そんなね最近災害が多い中で、実は秋といえば皆さんねやっぱり各地でいろんなイベントお祭りがあると思います。実はこの松代町でも、一番もう松代中もう本当にみんな総出でやるビッグイベントのお祭りが控えております。真田十万石祭りと言いますけれども、はい、今日は実はその実行委員会の行列部会で副責任者をやっている島田俊人さんをゲストにお迎えいたしました。島田さんこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、もう島田さんね本当にねいろんなところでお忙しい中ね今日ね本当に無理を言ってだいたいね、だいたいもう今度の土曜日ですもんね、土曜日、ね、日曜日ね、で今日月曜日でね、こんな間近にねお忙しい時に呼ぶなんて本当に申し訳なかったんですが、無理をねして来ていただきましてありがとうございます。はい、真田祭りいよいよ61回ということですけど、そうですね、61回、私たちまだ生まれてませんよね。そうですね。まあ、私もね詳しいことは分かんないんですけども、まあ、昭和60年62年前だから、うん、昭和30年頃からじゃないかなと、まあ、知ってる限りでは1回だけね、うん、まあ、日本中いろんなイベントがね、うん、なかった、あの年だけお休みで、うん、あとはずっとあったというふうに、はいはい、聞いてます。毎年ね、もうこう毎年毎年ねやっていくって本当に大変だと思うんですけど、はい、実はねうち の娘もね一回真田祭りのね行列に出たことあるんですよ。一回だけ？一回だけ。もっと出てくればいいね。毎年出てもらえばいいんだけどね。いやいやいや、ね、もう本当に行列はね皆さん楽しみにしてると思うんですけど、はい、ね、その真田祭りをもうね地元の皆さんが作っているっていうふうに聞いたんですけれども、ね、島田さんも実行委員会ね、行列部会ですけれども実行委員会でやってるんですよね。そうですね、真っ白ね住民自治協議会とか、うん、ね、商工会議所の、松代支部、まあ、その他ね、街中のいろんな団体が、うん、ね、松代観光推進機構というような、うん、組織を作って、うん、松代の観光客をね、うん、多く誘致しようって誘客しようと、うん、そういう組織を立ち上げてね、そこが中心になってやってると、うんうん、いうことですね。そうなんですね。いや、なんかやっぱりこう住民の皆さんがこう作り上げてるって感じがするんですけれども。そうですね、まあ、よく大きなお祭りって、うん、プロの、ね、イベント会社は、ね、うんうん、そういうところに、まあ、企画とか運営とかね、まあ、依頼してやってるところが多いと思うんですけども、うんうん、この真田祭りは、うん、企画からね、運営、ね、まあ、駐車場係まで含めて、うん、みんな、町の、ね、皆さんがボランティアで、うん、参加してやっていただいております。すごいですね。もう確かにね、お祭りの日になるとお揃いの薬莢を着た皆さんがね。そうですね、みんなこんなの着てます、うん、今日もね素敵なハッピーですね、うん、遊学城下町新州松代、ね、今年は今年からですかね、うん、去年からのイベント変わりましてこういう、ね、素晴らしいハッピーですね。ハッピーでね、ちゃんと六文銭も入ってますもん ね。ちょっと見えますか、見えますか、はい、六文銭入ってます、はい、ね、素敵なハッピーで、はいはい、まあね、本当にそんなやっぱり住民の皆さんが作るお祭りなんですけど、はい、実はもうね素敵なこんなパンフレットもね、実はうちの方もねこれね回覧板でねこのパンフレットに入ってきましたね。でこのパンフレット見ると、まあ、2日間ねお祭りあるんですけれども、はい、まあ、1日目はね10月8日の土曜日の日は割と住民の松代地区のいろんなことね、ね、やっている音楽祭的なね、はい、祭りが内容が多いと思います。音楽祭的なね、はい、それを松代城市の二の丸でやるわけですよ ね、 すね、舞台があってね、まあ、そんな住民の皆さんも参加できる、
お祭りなんですね、はい、で、その10月次の10月9日日曜日が実は本番の日になるということですね。はい、はい、じゃあちょっとその10月9日本番の日はどんな感じか教えていただいていいですか。そうですね、うん、行列は1時、ね、午後1時から、うん、出ますけども、うん、その前にね、二の舞広場で、うん、出陣イベントというのを、行います、ね、まあ、いろんなね、行事あると、うん、はい、ありますけど、その中でね、越後上杉おもてなし武将隊、ちょっとすみません、口も回らなくて、越後上杉おもてなし武将 隊、はい、それと、松代甲冑隊、うん、ね、この2つの、うん、皆さんによる、うん、楽しいショーがあります。松代甲冑隊、ね、松代で、こう紙でね甲冑、うんうんうん、まあ、もと同じように、うん、甲冑を作っている、うん、皆さんで、うん、今何人いるんですかね。今回参加してもらう方が50名近くいらっしゃるって言ってますので、ね、相当大勢の方がね今参加されている、うん、今年で、うん、今年で10期目って言ってましたね、今回がね、今もうね、甲冑隊もね、はい、そうですか。いや、そんな皆さんの、はい、じゃオープニングのイベントがあるわけですね。でその後、うん、真田鉄砲隊、これね、鉄砲隊ね本物の火縄銃、うん、まあね、うん、弾は込めませんけど、うん、本物の火縄銃をね、こう発砲するね、うん、それが今年は太鼓門の前に、ね、太鼓門の前でそちらにあの場所を移して、ね、うん、掘割に向かって、うん、発砲していた、演舞していただくという予定でございます。そこは迫力ありそうですね。そうですね、うん、まあ、毎年皆さんね、うん、耳が痛くなるぐらい大きな音が出るってね、うんうん、あ、やっぱりボーンって音が、うん、本当の火縄銃ですね、うん、火縄銃ね、はい、なかなか聞くチャンスないですもんね。そうですね、はい、いや、きっと小さいお子さんもしかしたらびっくりしてちょっとイーンってなっちゃうかもしれないぐらいの大きい音ですかね。そうですね、いや、そういう経験もいいですよね。はい、まあ、そんな、じゃあ、いろんなイベントがあっていよいよ出てくわけですか。はい、そうですね、はい、ちょっとここにね、行列陣立て図っていうのがあるんですけど、これね、ちょっと見えますかね。はい、いろんなね、はい、そうですね、今年は、うん、の陣立てはね、うん、例年よりも、というのは今までの中で一番多いんかな、馬が14頭出ます。ですから14人の武将さんが、うん、14人の武将、はい、もう14人の武将っていうと、もう今ね、真田丸やってるじゃないですか。そうですね、ねえ、まあ、真田丸にね、ちなんだ、うん、登場人物ね、真田丸に登場する人物を中心に、陣立てをしてます。なるほど、まあね、その中でね、うん、武田信繁、一人だけ、うん、ここにありますかね、はい、どこかな、この上の方、上の方ですね、うん、ここですね、はい、差し棒が来ましたね。差し棒ね、はい、武田信繁さんね、ちょっと見えないね、今ね、この一番最初のそうです、ね、はい、この辺の、はい、このここに信繁って、ね、武田信玄さんは、はい、ね、亡霊でちょこっとだけ出ますよね、亡霊でね、はい、で信繁さん、武田信繁さんは、はい、出ないんですけれども、うんうん、ね、今回の真田丸の、まあ、主役の、はい、真田信繁と同じ信繁、はい、これは、はい、ね、縁あってというか、うん、武田の、信繁の名をいただいてるんですよね、うんうんうん、まあ、そういう関係もあって、陣立てに入れてございます、うんうん、ね、ちょっと今こちらの画面の方で去年のね、真田祭りの行列の様子もね、ちょっと出てはいるんですけれども、また後でちょっとカメラさん映ったらね、映してもらって、はい、他にはじゃあどんな方々の武将隊があるんでしょうか。はい、武将隊はね、はい、あと、あ、ごめんなさい、武将隊とか行列ですか、ね、はい、行列はね、例年、まあ、馬、ね、うん、行列の他にですね、うん、今年は古紙をね1台新調いたしました、うん、まあ、そんな関係で、うんうん、まあ、今まで伊勢町のね、うん、古紙をお借りしてたんですけども、うんうん、まあね、今年は伊勢町のね、清井寺氏がね、うん、まあ、出演、うん、していただくのができる、はい、お返し、ね、うん、いたしましたのでね、うんうん、それで行列の、ね、先触れとしてね、うんうん、
待っていただくと、まあ、ましをね祇園祭で毎年ね、うんはい、待っていただいてるんですけども、うんうんうん、まあ、あの観光に来られた方ってね、うん、あのましを祇園祭夜やってますので、うんうんうん、あのご覧になったことない方がもう大勢いらっしゃると思います、ね、その方々にねこう威勢のいい、清寺氏のね、舞をね、ご覧いただきたいと思っております、はい、うん、いいですね。なんかもう本当にあの清寺氏は迫力ありますからね。そうですね、はい。あ、じゃあそんなお獅子も出て、さっきあの、武田信玄と信繁、武田信繁隊があって、はい、その他にはごめんなさいね前後しちゃって、どんなあの、行列の方はいらっしゃるんでしたっけ。もう一回ちょっと不足を教えてもらっていいですか。武田信玄信繁ですね、はい、あと織田信長、織田信長、徳川、はい、家康と、秀忠、秀忠、はい、上杉景勝と直江景継、はい、景継ね、はいはい、で豊臣秀吉と豊臣秀頼、はいはい、あと、まあ、北の万所と茶々、ね、はい、で真田の方行きまして真田正幸、うん、真田信繁、はい、で桐、はい、ね、はいはい、で小山田重信、はい、で、村松殿、村松殿、はい、で、真田信行、本田忠勝、小松殿、小松殿で万姫、万姫という、はい、行列ですね。はい、あの今年はそのやっぱり真田丸の影響もあって結構その馬に乗りたい人も全国からね応募があったと聞きましたが、ね、はいはい、あのね、一般で公募をさせていただいたんですけども、うんうんうん、そうですね、上杉景勝に、ね、うん、乗りたやりたいという方は、うん、静岡県から、静岡県、うんうん、あと、小諸市からね、うん、名前が同じだということで、うん、徳川秀忠をやりたいと、あとそうですね、うん、霧の役、霧の役結構人気あったんですけども、何人かあの、うん、応募があったんですけど、うん、まあ、決まりました方は、うん、大阪府、大阪府、うん、大阪もね、はい、大阪市ありますからね、うん、なるほど、はい、あとそうですね、あの、うん、本田忠勝が埼玉の方、うん、埼玉、うん、でね、小松殿は東京の方、うん、本当にじゃあもう全国各地から、そうですね、もういくつかの役はね、うん、あの複数の応募があってね、うん、まあ他の役に代わってもらったりとか、あるいはね、あの、うん、もう最後の最後までどうしてももう枠がいっぱいになっちゃって、うんうんうん、まあ、出演のご希望にね、うん、添えなかった方っていうのも出てきました。なるほどね、いや、やっぱり大人気ですね。そうですね、まあ、あとね、増票とか、うん、あの友侍ということでね、はい、もう、はい、あの、うん、そう書いて細かく、うんうん、細かく書いてあるね、うんうん、はい、兵隊さんとかですよね、その役をやりたいという方がね、うんうん、やはり多くて、新潟、千葉、東京、あたりからね、うんうんうん、15名、うん、うん、そういう、増票の役でいいから出たいという方がいらっしゃいましたですね。とにかくこの行列に、ね、参加したいというね、はい、でね、あの今ちらっと見えたあの戦国武将を憧れたいというのもありますもんね、はい、映ってないらしい、こちらに映ってるのかな、はい、戦国武将を憧れたいというのも、ね、ありますけれども、はいはいはい、戦国武将を憧れたいはですね、うんうん、一番遠くは秋田県から、うん、秋田県から、うん、ね、あと群馬県、茨城県、うん、埼玉県、うん、神奈川県、うん、山梨県、うん、愛知県、うん、新潟県と、結構ね、日本中広、うん、広、ね、いろんなとこから、来ていただいてます ね、 ね、やっぱり今ね、真田丸もやってるし歴史ブームで、ね、大注目ですね、もう ね、 そうですね、はい、ね、そんな中で、まあ、他県の方も来られるけれども地元の、ね、子どもたちも、ね、参加したりとかする中で実はなんか今年は、ね、毎年まあ市長さんとかも出るとは聞いてるんですけど、はい、そうですね、ぜひ、ね、なんか見ていただきたい方が一人いらっしゃるんですよね。そうですね、うん、まあ、あの今年、まあね、あの去年はあの、うん、ダブルヨーさんが、ダブルヨーさん ね、 あの、はい、ね、サーダムのキャストが来ていただきましたけども、うんうん、まあ、今年はちょっと初犯の事情がありまして、うんうん、まあ、初犯の事情というのは、うん、まあ、いろいろありますけどね、うん、はい、詳しいことは言いませんけども、うんうん、まあ、キャスト、サーダムのキャストはね、うん、ちょっとお呼びできなかったんですが、うんうん、ね、夏の、この間のリオオリンピックで、ね、はい、長野県民としてね、はい、初めて夏のオリンピックで初めてメダリストになった、ね、うん、3人の中のお一人、うん、はい、箱山選手にシンクロナイズドスイミングの ね、 ね、はい、シンクロのね、そうですね、足を上げて踊るですね、はい、その箱山選手をね、うんうんうん、お呼びして、
腰に乗っていただいてね、チャチャ役を、やっていただくと。チャチャですか、はい、なんかぴったりな感じがしますね。竹内優子と、竹内優子、どっちが綺麗かと、はい、それは私は分かりませんけども、いやこれは楽しみですね。皆さんね、祝福ね、うんうん、皆さんで祝福していただければと、思っております、ね。もう地元の皆さんはね、もう白山選手ね、ぜひね応援したいところですしね、また ね、はい、いやまたこれは今年はまたね違う意味でもまた盛り上がる、あの十万石の行列になりそうかなと思いますが。ね、もっとちょっと島田さんにいっぱいお話を伺いたいんですけど、はい、そろそろ時間が来てしまいましたので、島田さんがもう最後にね伝えたいこともし一つありましたらぜひお願いします。はい、あの、ね、今年はあのいろんなあの甲冑隊、多くのね甲冑隊とか武将隊、うん、ね、そういうところが参加していただいてます、まあ、それぞれにねいろんなパフォーマンスを、したいいただけますのでね、まあ、そういったのをねお楽しみにしていただければと思っております。はい、はい、今日は本当に島田さんお忙しい中ありがとうございました。こちらこそ、ね、ありがとうございました。私はあとてるてる坊主を作って当日、ね、天気になることを祈るばかりです、はい。まあ、あのずっともう何十年も雨降ってませんからね、うん、待ってませんね、はい、だから降らないと思っておりますが、はい、わかりました。はい、じゃあぜひ全国の皆さんこの土日は松代町においでなしてということで終わりにしたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、61回62回だっていいね。我々生まれる前からすごいね。すごいね、うん、嘘だって言われちゃったちょっとおかしいね。ちょっとね、生まれる前なのにね、うん、で、まあ、うん、去年もほら、うん、ここであのライブしたじゃないですか。はい、やりました。今年もまたやるってね。今年もやります、うん、ね、うん、9日12時から3時ぐらいまで、うん、やるね、やります、はい、まあ楽しみだね。ぜひね皆さんおいでください、うん、はい、皆さんちょっとしらけてんじゃん。しらけて、いや、俺もね、あの、出らんなくてちょっと寂しいなと思ってんの。まあそんな形でね。次の意識持ってるわけね。そうそうそう、はい。でね、来年、うん、お知らせね、これ響きつないでっていうのはね、やってるんですけどね。マッスル文化ホール、うん、文化ホールのね、責任者の方見えてる、宮原さん。今日ちょっと説明してもらおうと。はい、じゃあちょっとぜひね、お話、うん、ちょっとお願いします。ちょっとこちらの方に、はいはいはい。いやどうもお忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。なんか文化ホールのお知らせも。はい。ちょっとお時間いただいてよろしいですか。はい。今度の10月15日土曜日、松代文化ホールにて第9回になるんですけれども、ピヨピヨ寄せという。ピヨピヨ寄せを開きます。子供の寄せ、なんですけれども、今年はちょっと出演者が、うん、あの昔のピヨピヨが大勢大勢出演します。60年前の必要があるの。いやいや、そんなことないですけれども、はい、はい、であの10月15日土曜日、うん、会場は12時30分、うん、開演は午後1時になります。入場料500円頂戴いたしますけれども、はい、ぜひ皆さんお誘い合わせの上、うん、お集まりください。はい、どんな人が出るんですか。ピヨピヨ若い人なんですか、やっぱり。一人快楽亭サクサクちゃんが若手のホープで、はい、快楽亭教師さんのお弟子さんですか。そうですね、はい、あと快楽亭教師さんも出演しますし、はい、あとあの地元のですね、うん、松代の東洋会の皆様が歌いを、はい、披露していただきますので、初めての参加なんですけれども、はい、楽しんでいただけると思いますので、はい、もう一度じゃあね、日にちと時間と、はい、もう一度、はい、10月、ホールで、そうですね、はい、はい、10月15日土曜日、はい、松代文化ホールにて、はい、開演は午後1時、会場は12時30分、はい、第9回のピヨピヨ寄せ開催いたしますので、ぜひいらしてください。小さい字よく読めますね。以上です。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼いたします。皆さん、じゃあ来週の予定を、はい、来週予定、ね、はい、予定を、はい、来週パーソナリティまた西澤さんにやってもらうんだけどね。西澤さん、うん、2週続けて、ちょっと2週続けて、歴史好きだっていうから、
あ、歴女ですよ。そう、若い歴女いいですね。いいね、うん、これ誰がと言いますとね、八田新造さん、前にもやっていただいたじゃないですか。今回はね、真田信之さんでやるって、うん、いいですね。いいね、西澤さん歴女だから、うん、ご存知だね。そう、一生懸命ね勉強してるって。そうですか。楽しみだと思います。楽しみですね。はい、はい、そんな形で、はい、来週はね、西澤さんがパーソナリティで八田新造さんをお迎えして、真田信之の形でお話しできればいいかなというふうに思います。はい、それでは来週のしゃべくりましょう。どうぞお楽しみに。はい、お楽しみに。